from? I'm from Sweden. Sweden? Where are you from? Tokyo. Tokyo, Tokyo, okay. Great. Can you speak Japanese? ちょっとまあできます。もう全然初心者じゃないですか。まあ日常会話もね。もう発音もバッチリですね。そんなことない。ここはスウェーデンの。 ここはスウェーデンのはい、そう、スウェーデンのブランドで、あの、もともとスウェーデンの代表スキーヤーの女子スキーヤーがデザイナーで、で、旦那さんがあの、スカンダナビアハントの一番トップランクアルパインガイドやってて、で、その二人が山に行くときに来たいものを作り始めて、結構スカンダナビアで、先もアメリカで。 結構人気なブランド。そうなんですね。日本では私結構初めて見たと思うんですけど。そうですね。日本ではまだ着てる方が少ないんですけども、大体毎年100セットぐらい入ってきます。結構そうですね。で、やっぱりこれはスキーヤーがスキーヤーのために作ってるから、動き性と軽さもすごくいいんです。これはベクテロスというジャケットなんですけど、これはゴーテックスのスリーレイヤーの一番 高級なジャケットですね。すごい軽いですね。軽いです。こういうシェルレイヤーの方がスカンダナビアとヨーロッパで一番使われてますね。日本ではまだ綿入りのジャケットの方が人気なんですけど、ただこういうシェルレイヤーだとやっぱり下を見るレイヤーを変えて気温によって変えられるんですので、春スキーの時にはやっぱり暑すぎるから、こういうジャケットは使い勝手がいい。そうですね。こういうジャケットは使い勝手がいい。そうです。動きやすくて、そうです。はい。私は皆さん、この辺ですね。これはですね、ありがとうございます。これはもともとスウェーデンの伝統的なブランドでサティラっていうなんだけど、1896年からずっと同じところ工場があって、同じところに作ってるんですよ。 で、もともとスウェーデンの代表スキーヤー、インマールステンマル、結構まあスキー業界の中でも有名なんですけど、彼もこのブランドの帽子をかぶったんですね。デザインかわいいですね。イカボ。ありがとうございます。これもまだまだ日本ではそんなに出てないんですけど、結構人気者になってます。